龍玉寺は大韓民国系起動家城市にある仏教寺院である。韓国仏教界で最大勢力の宗慶宗の第七教区本寺である。宗慶宗は、白木時代の854年に安い和尚が、葛日寺が創建したことをもって龍玉寺の創建としている。李氏朝鮮の時代、大宗による1407年の仏教弾圧の際、 存続を許された88寺院の中に竜玉寺の名前はなく、廃寺になったようである。清掃による1424年の仏教弾圧の際も、存続を許された36寺院の中に竜玉寺の名前はなく、引き続き廃寺のままだったようである。くず寺は、その後復興したが、日のえねの乱の際に消失し、廃寺となった。1790年。 第二十二代朝鮮王の聖祖が、非合の死を遂げた実父の昇魂聖子の御捧ぎを花城に移し、寮の近くで崩し寺の跡地だった場所に、昇魂聖子の領事として龍玉寺を創建した。落成式の夜に、聖祖が、龍が、如意玉を加えて昇天する夢を見たことから、龍玉寺と名付けられたと伝えられる。日本統治時代の1911年、寺説令試行規則によって、 朝鮮三十本山に指定された。ありがとうございます。